メラには伝わらないんだろうな、この風。この風、風伝わらない。割と今日、通番手ぐらい変え張ってますからね。強いところでは。ただ球のなんかこう重さがある、ドン、風とかに負けない感じ。はい、そんなことで一番いいシーンですよ。いいシーンをすること、結果は後から。今日の課題はそれです。うん、ナイショー。低い、やばい、これは。あ、止まって。あ、バカなんか、動きがもうね、ほんと苦手なんですよね。すぐ横に動いちゃう。だから多分しっかりこう左のかかと側にこう体重を、私は移すようにしてあげないと、こう起き上がってきちゃうから。あ、なるほどね。つま先に行くと、こうから出ちゃう、起き上がっちゃうから、結構 かかとに乗る練習はすぐ。その練習してるのにね、全然できない。スイングをすることがね、大事。ちゃんと振り切れてるから、クラブを自分が落としてる、下ろしてる。そう、うん、引っ張って下ろしてるから勝手にこう、だストーンみたいな、うん、こう、うん、重力によって落ちるっていう感覚がない。うん、多分こう上げて下半身から動けば当然それにつられて引っ張られるんだけど。うんうん、トップと一番遠い場所に私はこう体を動かすとおっとするんですよ。要は一番こうギューって引っ張られるようなイメージ、うん、そうすると落ちるから。だからトップって高いじゃん、手が。なのにこっちに行ったらこれ落ちない、ね、ち、高い方と高い方、そう、うん、一番これに遠いところって言ったら私は左の下だと思う。左の下、うん、そうするとすごいこう、うん、この足とクラブの手と体の距離が
伸びるでしょ、うん、伸びる。なんかゴムチューブでもこう足に当たって手がイメージイメージでこうギューって伸びきってくれるとパチンと折りやすいんで、自分でこう振り上げようとか結構体をこうかち上げて球を上げようとしちゃう人は落ちない。落ちない。基本的には下半身リードで落とすことが目標なんだけど、もっと細かく言うと左の下に乗っていくと、左の下下に乗ってくるんです。そういうの感じがするけど、なんかこことかに何も感じないですよね。なんかこう引っ張り合いが、体と体が何かを引っ張ってる感覚がない。けど私のアドレスってこうやってずっとやってるのがかる。これでタイミング取ってさ、いつ行くかの。実際打つときはこんなんできないけど、なるほど。多分これからこういろんなこともあると思うんですけど、足パタパタしてる子いると思いますよ。結構アドレスした時にこうやってちょっとこうなってる子、いつ行こうかな。そうそうそう。これそういう子は足使ってますね。止まってる子は逆に使えてないですけど、使ってなくはないかもしれないですけど、イメージとしてはこうやってね、多いと思う。ここから何でもやってみよう。うまくでもゆっくり振れる気がする。いつもより手が早くキュッと上がんないから、ちょっといいかもしれない。一番得意なクラブは何なんですか？私でも好きなのはユーティリティ全般かもしれないです。でもユーティリティショーを好きって言った女性はあんまり今までいなくて、いないです。ユーティリティ抜いてる女子はいっぱい出てもらってるんですけど、何が好きなんですか？まず簡単打ちやすい、短いクラブで、確かにロングアイアンとか、5番とか6番って最近のクラブってもうロフトが昔よりも立ってきてるので、ね、それだけでもただでさえ上がりづらい、うんうん、で特に女性なんかはヘッドスピードもないので、そんなにこうハイロフトというかロフトがないものでスイングをしようとすると、上げようとして逆にスイングが崩れてしまったりする中では、ユーティリティっていうのはその結構たくさんあるロフトで、その例えば6番アイアンの代わりの6ユーティリティって言ったら、6番ユーティリティの方がロフトがあるんですね。例えば28度、6番ユーティリティは28度だけど6番アイアンは24度ですよとか23度ですよってバージョンがあるんですよ。ということは、まず球が上がりやすい。僕が UTT の方ですね。はい、はい、ということは、球が止めやすい。止めやすい。で、キャリーで狙いやすい。っていうところが、一番好きな理由ではある。昔
昔から好きなんですか？昔から好きで、私多分大学生からもうそのショートユーティリティは扱い始めてるので。ユーティリティってでも割と新しいクラブなんですよね。そうなんです。だから私大学、何年か前ですけど、だいぶ前ですけど、もうその頃はほとんどいなかったですね。もうコバンヤンとかもその時代から抜いちゃってたんで。得意ではあるんですけど、リサちゃんが言ってた、そういえば、なんか馴染みのないクラブだからどうやって打っていいか分かんなかったみたいな。うち慣れないっていうのは確かにあるかもしれない。で、まあウッドなの、アイアンなのみたいな、そうどっちみたいな、そういう悩みが多い人はいますけど、ズバリアイアンですね。アイアン、はい、ズバリアイアン、ズバリアイアンと思っていいと思います。なので上がるから、上げようと思った瞬間にユーティリティは上がらないです。じゃあもうアイアンと同じ感覚で、本当上から上からしっかり打ち込んじゃっていいと思う。下に払うことはないみたいな、と思っていいです。なるほど。そうすると、自分で思ってるよりもちゃんとロフト通りに球が上がってくると思う。おそらく使い慣れたら絶対に簡単だと思うんですけど、本当にそう、よく言う生徒さんにも言われるのが、これ先生どっちですかと。でもそこに迷ってる方が多いんじゃないかなっていう。まあ、アイアンと思って打ってしまうのは楽、はいはい、シャフトも短いし、しっかりこう上からアイアンと同じ長、アイアンより少し長いけどフェアウェイ打ってるより短く作られてるんで、払い打ちじゃなくて上から打てる長さではあります。なるほどね。皆さんユーティリティを苦手の方はぜひアイアンだと思い上からズコッと作っちゃダメです。払っちゃダメです。払っちゃダメ、じゃあ潰してください。はい、ありがとうございます。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。